Thank you.
久しぶりにやってみます。お待たせいたしました、ニーアンブラザーズバンドです。ありがとうございます。本当に終わるの中こんなにたくさんいただくの来ていただきまして、来ていただきまして本当にありがとうございます。ね、先ほどのソウルスウェットというのは17年前に、やらさせていただいたバンドで、このバンドは9年前から結成いたしまして、メンバーの、変遷はあったんですけれども、いよいよ、まあ、ご存知の方はご存知だと思うんですが、今日でファイナルという形になります。そこもっとええっていうとこ、もう一回、もう一回、ご存知の方はご存知だと思いますけど、まだ早い。今日でファイナルになります。温かいお客さんではありがとうまあ9年間やってきたんですけれども、マネージャーの愛さんという人がいまして、その方が、何人かを引き連れて独立するというような人がありまして、独立派と、残る派とちょっと分かれまして、内紛がありまして、それでまあ記者会見はしないんですけれども、みんなで、もう一度話し合おうじゃないかということになりまして、私の方はどっちかというと解散派だったんですけど、周りのみんながですね、解散じゃなくしてできる時が来たらもう一回集まろうよというふうに優しく言っていただきましたので、しばらく休止という形になります。今度の23日、今週23日で、ちょうど60日になりますので、別にそれが何の関係もないですけど、一応休止いたします。本当にみんなありがとうございます。このメンバー、最高のメンバーの時に休止できるっていうのはありがたく思います。それと本当にたくさんのお客さんが来ていただいた時に、休止できるっていうのも、本当にもう幸せなんだなというふうに、皆さんに深く深く感謝して、以降の演奏が多少乱れても許していただけるのでというふうに思います。ここらでちょっと懐かしい曲を、ちょっと気分を変えてください。今ね、ちょっとしんみり、聞けないね、しんみりしたかもしれないんで、ちょっと懐かしい曲を、歌は世につれ、世は歌につれ、1週間のご無沙汰でございました。今のくだり、分かる人、はい、だいぶお年寄りですね。はい、ロッテ歌のアルバムでございます。そういう形で、最近日本にもですね、外国人の方がすごくたくさんお見えになってます。京都のその京都らしい、京都の土壌をですね、味わいに来ていただいてます。だからその2曲を続けてやりたいと思います。京都に来てくれる外人のために、異邦人、京都のための墓場をそのままか、京都墓場2曲を続けて無理やり聴きながらやりたいと思います。子供たち
うちの番組にしては珍しい方なんでお届けしました。皆さん、ザ・ピーナッツっていう二人組をご存知ですか ね。全然反応がないから次行きますね。モスラの歌ってご存知ですか。モスラー、モスラー、あれですよ、ピーナッツが歌ってたんですよ。ねえモスラ、私たちのお願いを聞いてほしいの、人類を救ってちょうだいって言ったのが、ザ・ピーナッツですよ、ちっちゃい。作ってください。で、全然関係ないですけど、リオオリンピックは終わりましたけれども、リオって正式になんていうかって言う？ちゃんと言ってマジで。リオデジャネイロ。あ、言うな。リオデジャネイロ。今ちゃんは？リオデジャネイロ。あ、リオデジャネイロ。あ、みんな言うんだね。いや、すごく身近な人がリオデジャネイロって言えない人がいるんで、まあうちの嫁なんですけど。はい、まあ全然関係ない話でした。次はだからザ・ピーナッツで、恋のバカンス、懐かしい曲やります。Yeah.